聖マロは、ウェールズ出身のキリスト教聖職者。6世紀半ばに、現在のフランスブルターニュにサンマロの町を建てた。カトリック教会で聖人であり、サンマロの守護聖人。ブルターニュを作った7人の聖人たちの一人。記念日は11月15日。養豚業者や遺失物の守護者でもある。マロの経歴の詳細は、 同名の違った人々に連想される出来事を含むと、見られる三つの中世の記録に保存されている。この近道にもかかわらず、マロは520年頃におそらくウェールズで生まれたと見られている。彼の名前は、古いブルトン語のマック・エイチとルーからなるという。マロは、西部連弾によって、洗礼を受け、お気に入りの弟子となった。しかし、 彼の人生のこの時期には重大な謎が生じる。彼はしばしば記述される後悔のために聖なる人物によって特別に選ばれたとある。セイブレンダンとマロは楽園といわれるブレスト島を探して多くの同行者と4度の後悔をしたとウェールズのスランカルバン修道院では伝えられてきた。マロは二度目の後悔におき、サンマロの沖合にあるセゼンブル島を訪れて一度か、 島に滞在したという。二度目の航海のオリにマロは、スコットランド北方のオークニー諸島を、福音伝道したと推測される。西武連団は骨を折って働き、どこへでもしばしば引きこもり、セゼンブル島の海中の険しい岩の上に、イントン社の世を持っていたと伝えられることが、注目される。これは、聖人伝作者、サビーヌバリング・グールドが推測するには、二人の男の間に、 連携の発生があったというのである。この場合、ブレンダンは聖ブランワリデアのために間違ったことをする。サンマロの反対側にあるアレで、マロは聖アーロンが名付けた言われのある異様に落ち着いた。聖アーロンは544年に亡くなっており、彼はその後サンマロとして知られる地区の宗教的柱を引き継いだ。そのために、マロは初代アレ司教とみなされた。古代に、 島々の無秩序は聖マロに退去を敷いたが、人々はすぐに聖人が戻ってくることをこうた。彼が戻ると、光が差し、聖人は自分の寿命が終わるのを感じて、孤独な国会の中で最後の日々を送ろうと決めた。伝承によると、マロは聖人の司教区にある村、アルシャンビアックを引き継いで、祈りと苦行にあった人生の残りを過ごしたという。彼の死は、 同じ市京区にあるアルシャンジェでは625年11月15日の日曜日であったと伝えられた。有名な創設者を持つことからサンマロ氏はトロブレースというブルターニュの7カ所の巡礼地の一つとされた。ありがとうございます。